愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。ではね、早速 Google フォームの方にいただいた質問相談に一つで答えていこうと思います。で、今週はですね、愛知県にお住まいのゆいりさんからいただきました。ありがとうございます。いつもラジオを楽しみにしてます。ありがとうございます。看護放射線などのお仕事に就きたいと思っている高校1年生の女子です。専門学校は行っても大学に行っても結果的に看護師や放射線技師になれるというのを知りましたと。ちょっと長いんで割愛すると、あの進学校に通われている方なので、まあ、先生からはね、大学に行きなよと勧められてるんですが、結果的に同じ職に就くんだったら専門学校でいいんじゃないかなと思っているんですが、大学に行くメリットって何かありますかね、みたいな感じでございます。ということで質問ありがとうございます。でこれはですね、まあ、ちょっと俺が塾講師やってた時の情報というかイメージなので、あとまあ職種によってね、あの一概に言えることではないかもしれないんですけど、一個の視点としてまず思っててほしいのが、あの現金の話なんですけど、同じ仕事でも専門学校卒と大学卒業では初任給というか給料が違う職業は結構多いです。というのも、まあ、大体さ、高卒大卒っていうので分けられるんですよ。でも専門学校卒業っていうのが大卒扱いじゃなくて高卒判定の方で給与判定をされることっていうのが結構あったんですよね。ちょっと今はちょっと詳しくないんでごめんなさいなんですけど、あのそこは調べておいた方がいいかもしれません。まあね、たかが給料ちょっとぐらいって思うかもしれませんけど、じゃあ例えば一月の給料が1万円違うってなったら1年間で12万円違うんですよ。10年間働いたら120万変わりますからね。なのでやっぱお金っていうのは、あった方がいいもんだと思うんで、はい、なのでそこはまず大事にしてください。であともう一個なんですけど、もちろんもう看護とか放射線ここしか興味がありませんってなってるんだったら専門でもいいと思いますけれど、やっぱ人のはいろんな刺激を受けて夢とかね、その目標っていうのが変わっていく生き物だと思うんで、それがすごくいいところだと思うから、人間の、あの大学に行くとやっぱり違う学部の方とかもいるので、いろんな刺激を受けるんですよ。で視野が広がります。そう、だから視野を広げるっていう面とか、いろんな考え方に触れるっていうところはやっぱり大学のすごいメリットだと思っているので、まあ、それを生かそうとしなければ生かせないけれども、なので、まあ、どちらがいいって一概に自分からは言うことはしないんですけれど、まあ、同じ職業に就けるなら専門でよくないっていうのはちょっと一回ストップしてもらって、もう一回広い視野というか、そういったものも含めて考えてもらえたらいいのかなと思っております。ということでありがとうございました。ではですね、ここから本題に行こうと思うんですが、今週のテーマが息子との会話というので話していきます。でこれは、まあ、自分はね、2人息子がいるんですけど、5歳と8歳の息子がいて、で上の子は今小2なんですよ。で、まあ、いろんなこと、まあ、当然ねいろんな、普段からいろんなことを話をするんですが、結構周りの方と話をしてると、なんていうのかな、子供を子供扱いあまりしない親っぽいです自分、俺がね、なんか、まあ、もちろん子供として扱う場面もありますよ。扱うって言い方悪いね、子供として接する場面もありますけど、子供子供しないかな、一人の男として接するっていうのが多分自分の中ではしっくりくる認識でいて、で最近話したところでなんかね、ちょっと共有したいなと思ったことが、当たり前っていうのをあまりこう持たない方がいいっていう話をしたんです、息子と。まあこれ話してるとそれ承認に話すことじゃなくねって言われるかもしれないんだけれど、例えばね、まあじゃあ家にトイレがあるじゃないですか。皆さんのお家のトイレがね、まあ綺麗か、まああんまり綺麗じゃないかって、まあいろいろ家庭によって違うと思うんですけど、うち結構綺麗なんですよ、はい、でそれは例えば自分だったり、まあ、奥さんだったりが、まあ、定期的に、結構定期的に掃除をするので綺麗なんですね。でも子供たちはそれを知らないんですよ。別に掃除してるところも見せていないので、だからいつも綺麗な状態のトイレが当たり前になるんですよね。でもそこってそれを当たり前と思って生きさせちゃいけないと思うんです。それが綺麗で維持させて維持できているものには、そこを誰かが掃除をしている。一般的にトイレ掃除ってやりたくないって言われるところですけど、そのやりたくないことを誰かがやってくれてるんだよっていうのはやっぱりよく話をするんです。例えば、
学校送っていくときとかね、まあ、保育園、下の子だったら保育園送っていくときとかにゴミ収集車の方とかが、まあ、トラックがあったりするわけですよ。でこうやってゴミを回収してくれるじゃないですか。その人たちを見て、ああいう方たちがゴミをこうやってね、みんなが出したゴミを集めてくれて運んでくれるから街の中が綺麗なんだよっていう話をしたりするんですよ。でこれは、自分は海外そんなに行ったことないんですけど、以前イタリアに行ったことがあって、そこで衝撃だったのがね、まあ、イタリアってまあ芸術の街というかすごい綺麗な街の意味、綺麗は綺麗なんだけど、ただ結構ゴミあるんですよ、散乱してるんですよ割と。でそれはゴミ収集が、日本ってさ、もう決まってるじゃん、何曜日に来ますみたいな、何時に来るって決まってるんだけど、そういうのはないんですよね。普通にボイコットしてゴミ収集が集まらない時とかもあったりするらしくて、結構ゴミあるんですよ。そう、それを見た時にやっぱりこう、自分が日本だけにいたらさ、そのゴミ収集、まあ、してるところの感謝の気持ちがあんま出てこなくなってて、そういうイタリアの状況とか見た時に、あ、そうだなっていうのをすごく刺激というか受けたとこだったのね。あと空港、そう、あのね、日本の、まあ俺もそんなにいたことないけど、日本の空港は世界一だと思う。そう、めちゃくちゃ綺麗だから、空港、もし行ったことない方いるかもしれないけど、まあ、今はねちょっとこうコロナの関係でさ、なかなか苦労してるとこではあるんだけれど、もしねみんながこれから行く機会があったら、飛行機乗らんでも身近な空港あったら友達と遊び行ったりしてみ。ほんと空港はマジでおすすめするからで日本の空港は本当に綺麗。例えば韓国とか、もちろん韓国とイタリアぐらいしか行ったことないんだけれど、全然違うよ。うん、やっぱそれでも、それはさ、そうやって集めてくれる方がいるじゃん。だからディズニーとか行った時も思うんだよね。ああやってさ、キャストの方かがゴミを細かく集めてくれるでしょ。だから綺麗なんよ、あんなに。そう、だから当たり前っていうものをどれだけ自分の中から外せるか。そうで、外すことによってやっぱり人への感謝っていう気持ちは出てくるし、で俺よく生きていく中で結構大事にしてることが、人がやりたがらないことこそ人に感謝されることだと思ってるのね。だからそのトイレ掃除とかもそうだけど、もちろん感謝されるためにやってるわけ、まあでもそこもあるかもしれない、俺は。そう、あるかもしれないけど、でもやりたくないことだから感謝してもらえる可能性は高くなると思うんだよね。でもう一個あると、そうやって人がやりたがらないことをやってる人に対して感謝をする、気づくことができるっていう、そう、気遣いの面っていうのもやっぱりそういったところで育めると思うんだよね。うちの息子が、まあ、どういう大人になっていくかはもちろんわからないしね、親が思ったようには子供は育たないから、それはそれはそうだよね。だって子供も一人の人間なんだからさ。だけど二人の、あの二人がどういったね、生き方をするかは本人たちが生きたいように生きたらいいと思うんだけど、広い視野を持っててほしいなと思うんだね。思うんだねって言ってた、思うんですよ。あとはやっぱり感謝ができる人になってほしい。例えばちょっとやんちゃするような子になったとしても、それでもいい、いいよそれでも。でも仲間内とか、感謝するべき時にありがとうがちゃんと言えてほしいんだよね。そのためには、お前感謝しろよ感謝しろよって言うんじゃなくて、そういう当たり前っていうものが、いろんな人が働いててこの世は成り立ってるんだよ、いろんな人がいるから、自分の直接つながってないんだけれど支えてくれてる人はいるんだよっていうのは思っててほしいなって思う。そして俺もそういう風に生きてたいなって思うんで、なんかそれを思った、この前ね息子と会話した時に、まあ、これちょっとダラダラで話したいなって、みんなにこれがどう響いてるかわからないんだけれど、広い視野を持ってると俺は生きやすいと思うんだよね、生きていく時に。それがいろんな場面で応用が効くから、いやもしかしたらみんなが人生が楽しくないとか、すごい辛いね真っ暗なトンネルの中にいる子もいるでしょうきっと。だけど広い視野を持っていると、下を向いてたらさ気づけないものがあるんだよね。自分の足元だけ見てたらやっぱり足元の底しか見てない。でも頑張って前を向いて広い視野を持とうと思ったら、下を向いてたら気づかなかった、トンネルの出口の明かりに気づくことができるかもしれない。やっぱそこはすごく大事だと思うんだよね。だからなんかそういったところが伝わったらいいなと思って、はい、喋らせていただきました
大丈夫かな。ということで今週のダラダラジオは以上でございます。来週、あ、そっか、あ、そうだ、これ言っていいのかな、ちょっとわかんない、俺確認しなかった。あのね、来週の土曜日17日かなに、あるテレビの生放送に出るんですよ。ごめんなさい、オープンにしていいか確認してなかったんで、してよかったら多分この皆さんの画面に映ってるはず、出ますっていうのが、ごめんなさい、ちょっとあの怪しいんで口では言わないでおくんですけど、あのそちらの方もしねご覧いただける方がいたらぜひ見てみてください。多分来週のダラダラジオはそれに出演した思いとかっていうのを話すと思います。かなりリスキーなことをしたなとは思ってるんですけど、まあ、でもいつも言うように一度きりの人生なのでいろんな経験をしたいんですよね。その経験値っていうのがやっぱり一個の教材になると思ってるし、まあ俺だったらね YouTube を通して学生のみんなとか、まあ、いろんな方にね伝えることができて、多少ないともそれを刺激になってくれる方もいると思ってるから、だから精一杯そのテレビも頑張って出て喋ってきますので、ぜひぜひあの応援というかね見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今週もありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。1週間明日からねまた頑張っていきましょう。それじゃまた、バイバイ。